初めに少し私の方で、経緯等についてお話したいと思いますが、このコロナウイルス、非常に正体が分かりにくくって、今なおみんなこの反応を見ながら、この正体を尋ねているというところではないかと思います。最初 の、 第一波というんでしょうかね、武漢に始まった、コロナウイルス、日本にも、2月頃からやりまして、神戸にも3月頃ある程度広がりましたけれども、この第一波武漢株については、日本社会はクラスター方式、クラスター潰しというふうな対応で、ほぼ抑え込んだ。で、その後3月後半からヨーロッパ経由の欧州で、もう少し勢いを増したコロナウイルスが世界的に広がったと思うんですが、日本にも帰ってまいりまして、例えば京都産業大の学生が春休みにヨーロッパへ行ってた人たちが持ち帰ってきて、友達とコンパをして、広がったというのに始まって、これはかなり日本全体に大きく広がって、ついに緊急事態宣言を発するということになり、相当に悲壮感を持って抑えられるかどうか、でそういう中で日本社会は要請しかない、多くの国のように強権発動で、処罰までして、外出を許さないというふうなことはせずに、国や自治体からの要請でありますけれども、なかなか効果的な対応になった、まあ、7割から8割、の接触を抑えるという方針聞いたようでありまして、5月頃にはこのヨーロッパからの、まあ、第2波というべきか、この武漢と欧州を合わせて普通第1波と呼んでるようですね、ですがそれを抑え込むことに、欧州経由のものもほぼ抑えることができた、というので経済活動再開という方へ動いて、国は GoTo トラベルだということを言ってたんですが、それを実施することになる7月に焼きぼっくりに火がついたかのように、社会に、まあ、東京を中心とする大都市に残っていたのがまた拡大し始めて、これを日本社会では第2波ではないかというふうに行ってきたわけですね。でこれに対して、GoTo トラベルは東京だけを除外するという形で実施し、こんなことでは止まらないんじゃないかと心配し、相当広がりましたけれども、緊急事態宣言も出すことなく、人々が非常に心配して、自粛し、お盆休みも、帰郷しないというふうなことで、ほぼ収まってきたというのが現在の状況です。これまで、の第一波第二波ということだと思うんですけれども、問題はこれまで、日本がなぜ、この程度1000名、余りの死者でもって収まっているかということ、ファクター X は何かということになると思いますが、同時に、これから今まで全部を第一波としますと、変異をして強毒化した第二波が来れば我々対応できるのか、100年前のスペインインフルエンザの場合には、第一波は軽かったけども、秋から冬にかけての、まあ、1918年、100年前でありますが、の第二波で、バタバタと死んで、日本社会では内務省を調べでは38万8000人が亡くなったんですね、というふうな
前例が今度行われるとしたら我々は対応できるのか、その正体というのがいまだにつかみきれずに、いろいろ対応した結果意外にきついと思ったり意外になんとか収まったというふうな状況なんですね、というふうなのを受けて、我々はこのコロナ危機を超えてどういう社会を目指すべきかということについて、兵庫県の12名のメンバーとともに、ポストコロナ社会の在り方ということについて、報告書を取りまとめいたしました。で、その、構造を簡明に申しますと、の対応として、明らかなのは一つは3密を避けなきゃいけないのでオンラインと、会社に、みんなが毎日行くのはやめようと、できるだけオンラインで我々大学関係者も、その私のように、旧石器時代の人間で、のプログラミングなんかできない人間そういう人もオンラインでやるようにということを求められそして、現役の先生方はどなたも今もうウェブ講義というものをこなすようになってきていると思います。いやおうなしにこのコロナが蔓延する中での対応としてこれを進めざるを得ないと言っておりましたけれども報告書ではそれを受けてむしろ積極的に、IT、AI を、経済社会の競争力を高めると、日本は遅れがちだったこの面での対応というのをこういう機会に積極的に進めて、競争力豊かな経済であり社会であるというふうにの変えていくべきであるということを一方で申しましたと同時に、今までの流れをの例えば東京中心の一極社会であった、その流れを逆流させる必要があるんじゃないか、まあ以前から、東京一極では首都直下が起こったらどうするんだということを言いまたまるで、タコが自分の足を食べるように、一極が足を地方を次々食べてしまっている、地方はもう存立すらできなくなっていってるでそういうことではダメだろうということは言われて久しいわけですね、それに加えてこの度コロナの挑戦によって大都市に全てが集中しているということがいかに脆弱かということを思い知らされた脱一極社会ということを考えなきゃいけないそれをさらに地方の側から積極的に言えば地方に魅力と尊厳を築いていく、東京に対して文句を言う集中好きだよというだけじゃなくて地方の方に魅力尊厳というのを自ら築いていくということがなきゃいけないんじゃないかでそういうので、の IT、AI、デジタル化ということを一方で重視するとともに他方で、心豊かなコミュニティ、立派なこの引きつけられていく地方というのを築く必要があるんじゃないかということを他方で強調したそれが報告書のあらましであります、の今日のシンポジウムではその兵庫での参加いただいた12名の専門家だけではなくて新たに女性起業家の大津さんにもご参加いただいてありがとうございます、ポストコロナ社会に向けて、の活発な議論をお願いしたいと思います。それでは改めて、今日ご参加いただくパネリストの皆さんをご紹介 したいと思います。神戸市看護大学学長の南優子先生
よろしくお願いします。南先生は昔兵庫県立大学の方で、私今理事長してますが、その大先輩大御所でいらっしゃいますけれども、長く高知県の方でも学長などをなさって、最近神戸市の看護大学学長に戻ってきてくださったわけですね。はい、今日はご自宅からですか、それともオフィスから？大学からです。大学からですか。はい、はい、はい。まあ、片付けがちゃんとできてなくて申し訳ありません。バックが悪くて。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、コロナということになりますと、医療関係、で、神戸大学大学院の医学研究科客員教授の荒川総一先生。荒川です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。荒川先生は神戸大学で長く教えてくださったんですが、ご出身はどちらですか？私はもともと生まれは大阪でございます。ああ、そうですか。はい。今はもう定年退官された後、客員教授として大学院を担当してらっしゃるんですか？今それで主たる勤務先は兵庫県の三田市の三田市民病院の院長を務めております。ああ、そうですか。現場もお持ちで。はい、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。劇作家で演出家の平田織座さん、こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。ご一緒できる日を楽しみにしておりました。ご挨拶に伺わなきゃいけなかったんですが。とんでもありません。はい、誰しも東京で、活動する文化活動も東京しかないと言われていた日本でね、平田さんはなんと豊岡という人口10万もない3万ぐらいの都市でしょうかね。8万です。あ、1万ですか。8万です。あ、どうも失礼しました。どうしてそんな途方もないことをお考えになったんですか？いや、もうそれはこちらの方が活動がしやすいからです。もう来た人間は全員来てよかったと言っております。そうですか。いや、ゆっくりお話を聞かせてください。どうぞよろしく。そして、この度参加いただきました株式会社コンパス代表取締役社長の大津愛さん、どうぞよろしくお願いします。はじめまして、大津と申します。よろしくお願いいたします。大津さんは兵庫県のご出身ですか？ですね、小さい頃幼稚園から神戸市なんですけど、それまではちょっと神奈川県の方にいました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではパネリストの皆様からお話をお願いしたいと思いますが、今ご紹介、受けていただいた順番で最初に南優子先生の方からお願いできますでしょうか？南ひろこです。よろしくお願いします。ごめんなさい、ひろこさん。失礼しました。はい、優子と呼んでおけばよかったと母が嘆いておりました。もっと優しい子になっただろう。自粛と触れ合い、新しい生活様式とケア。はい、はい、ウィズコロナ、ポストコロナでは、コロナで自粛せざるを得なかったので、自粛した後は解放されて元に戻るという考え方ではなくて、新しい生活様式を取り入れたものが必要だろうというふうに言われています。で、私は看護学が専門で、特に災害看護学とか、精神看護学がバックグラウンドにありますから、うん、どうしてもこの自粛ということが人と人との関係にどんなに影響してきたかということについて考えてみたくて、今日お話しさせていただきます。で、広辞苑では自粛の意味は自分で自分の行いを慎むことっていうふうに定義されていますが、最近いろいろな定義を見てますと、自ら進んで行動や態度を慎むことっていう、この自ら進んでというところが強調されているように思います。で、コロナ禍の自粛生活ではどんなことかって、先ほど横部先生の方からお話もありましたが、生活がいろいろと変化してきました。頻回な手洗い、うがい、清潔なことを保つための、また除菌のいろいろなことが言われていますし、飛沫感染を受けないためのマスクの着用、また不要不急の行動制限、3密回避、
それから途中からソーシャルディスタンシングを意識したあの関係性を取る。で最近はあのソーシャルディスタンシングではなく、ソーシャルディスタンスというのはあの、ま、専門の方々から見ると間違いで、あの社会的距離っていうんではなく、ソーシャルディスタンシングっていうのは自ら社会的なそういうつながりをあの距離を取るという意味 だということで、でも誤解されるのでフィジカルディスタンスというふうにあの最近は呼ばれているように思います。あのこの自粛の、まあ、類似語だとか英語だとかっていうのはそこに書かれているように、あの実際先ほど申し上げた自ら進んでというところがボランタリーリフレインフロムっていうところにかかってきて、その根底は自分でセルフディスプリン、セルフコントロール、自己制御ということが根底にあるんだと言われています。で、今行われているコロナ禍の自粛とは、あのよく言われるのは要請によって自粛が起こっている。誰かが要請するので、自らが自粛生活をコントロールする。ということに、だから自粛する場合には政府や社会の保障が必要だろうということが言われていて、それはあの生活を脅かすことになるので当然でしょうというコンセンサスもありますが、同時にこの日本の素晴らしかったことは、このコロナをこのレベルで今のところコントロールできているのは、かなりな人が自発的にあの自粛しているというところがあるように思います。でもどうしても自粛はあのたとえ自発的であったとしても個人の自由の制限をもたらすものですので、当然自由のと自粛の間には葛藤と、それをどう乗り越えていくかということがあります。このことに関して述べた政治家では、ドイツのメルケル首相の見事なスピーチがあります。途中でも引用させていただきます。あ、ごめんなさい、こちらで、先ほど言ったあの不要不急の外出制限とかいうことによって起こってきた自粛は人の触れ合いの制限でもあります。で、人はあのメルケルさんはあの本当に人というのは触れ合いが必要なんだということの根底に立って、だからあの私が今政治家としてあの言っていることは、本当はあってはならない、または今まで培ってきた文化をある意味壊していく、変えていくことなんだという自覚でお話しされてたように思います。人の触れ合い、いろいろなあのことが言われますが、触れ合いは何であるかというと、お互いの行為とかお互いをあの、ま、あの尊重したり、相手を好ましいと思ったり、または困った時にいろいろな物資への相互支援、また知恵の相互支援が起こったりということが具体的に行われているんですが、それを通して人が得ているものは何かっていうと、自分は生きていても良いんだっていう実感です。私は人とのつながりの中で私であっていいんだ、自分は自分であっていいんだっていうものにつながっていく。でこれが人と人との距離を置かないといけなくなる。いつも会えてた人に会えなくなる。自分が一人で閉じこもっているということになると、人によっては自分が生きていても良いという実感だとか、自分は自分であっても良いという実感が失われていく。でメルケルさんは緊急事態の時ほど人は怖くなるし、恐怖心だし、自分自身のことが不安になるので、お互いに近くにいたいものなんだ。だけどコロナがこの合併症、あの感染症によって私たちはそれができなくなっているんだということをあの言われていて、それは普通ではない状態なんだということを説明されています。で実際どんなことで触れ合いが制限されているかというと、私はあのこれは調査をしないといけないなと思ってるんですが、外へ出ていくときはマスクをつけなさい。これは人と付き合うときには飛沫感染を防ぎあのためにマスクが必要というのがみんなのノームになって、日本人は多くの人がマスクをつけています。しかし
どこででもマスクつけているわけではなくて、うんうんうん、あのマスクをつけない関係性というのがある。 そう、はい、それがあの感染症が起こってきた時は濃厚接触者と呼ばれる人で、通常は家族のことですね。普通今家庭内感染が、あの細胞が、あの普通は市中感染なんですが、あのクラスターが追えない時は市中感染なんですが、感染した人が自分の家族の中であの感染度が高くなっていくのはマスクをつけない関係、このマスクをつけて付き合う関係とつけない関係というのを人はどれほど意識して生活してるんだろう、どこでマスクをつけてないんだろうというようなことも、あのこれがはっきりと自分にとってあの誰がそういう身内って、あの日本語の特別な言葉があって身内のような形で日常を過ごす、だから誰かがそのマスクをつけないで付き合っている人が誰かが感染したら自分が感染する、リスクを犯して付き合っている関係、これが家族と通常は同居の家族だと思います。でまた今は家族、あの家庭から出られなくなってきたので同居者との密度の高まりがすごく起こってきていて、新たな文化が生まれている。成人は外へ出て行って働くもの、特に男性は外へ出て行って働くものと思われてたのが自宅で仕事をするようになった。そのためにあのほとんどあのいなかったお父さんやあのお母さんが、働いてるお母さんが実際家族の中にいて、それで子どもたちも一日の大半が学校行ってたのがいなくなって密度が高くなった。これでいいこととまた非常に問題になってくることが起こっている。そしてあの課題は同居してない大切な人との距離感をどうしても生み出さざるを得ない状況になっていて、実家や親戚訪問ができなくなってきている。でこのことはお盆の時には家族を訪ねるっていう日本が作ってきた文化が今後どうなっていくんだろう、私たちは大切な人にどうやって大切な人だというあのメッセージを伝え、また亡くなった、お盆というのは亡くなった人への敬意、亡くなった人と家族が共にその人を偲ぶ、そういう文化がどうなるんだろう。あの看護師ですから私は入院している人への見舞いの制限もすごく気になります。また看取りができない、コロナの患者さんの看取りができない、まあ、あのまたは葬儀場ではあの骨になるまで会えない、亡くなった時の顔さえ見えない、で看護師や医師がどんなに頑張ってケアしてくれてたのかも見れない、そういう状況が起こってきた。で結婚式と葬儀、人生の重要な事柄に関しても辞退したり縮小化したり延期したりが起こってきた。で実際そのことによって引きこもりやうつなど心の病が潜在的に進行していっているんだと思います。で一方自分に対する不全感が起こってくるし、あのだからこそ他の人がちゃんとマスクをつけてなかったりするとマスク警察とかあのコロナ警察とかいう誹謗中傷が起こってきた。お互いがお互いを あなたはあなたのやり方でいいんだよという社会のありようが壊されていくっていう状況が起こっているんだと思います。でじゃあそういうことをあのベルケルさんはこの今のこの時は人との距離を取ることが思いやり、通常の私たちは接触をしてスキンシップをしてまたは近づいて思いやりが届けられた、今は距離を取ることを物理的な距離を保ちながらお互いの近くに居続けることを居続けているという実感を、思いやりをどうやって相手に届けていくか。で今まで日本人の中でこれも日本文化ですが空気のような存在であること人がいるということが一番ありがたい存在から、空気のような存在ということではなくマスクをつけるで付き合う人か、どの人が自分にとって
あのリスクを冒してでも会わないといけない人なのか、大切な人の意識化が変わってくるだろう。で先ほどあの横部先生がおっしゃった一方で、このコロナで急にオンライン SNS を活用した、もともと若い人たちはあの使っていた手法は、あの高齢者にも、また我々のようなあのこんなことが苦手な人間にも使うようになってきて、このオンライン SNS を使った遠方の使って遠方の大切な家族や友人にメッセージを伝え合う、またあの最近では臨床の現場の中で iPad を使ってな亡くなっていく人に iPad で家族の声を聞かせながら、あのおじいちゃん頑張ったね、よく頑張ったと思うってみんな家族から声をかけてもらえる。聞こえてるかどうか分かんない。だけど家族の声って耳が最後まで残る、あの聴力が最後まで残ると言われますが、そういうことの工夫が始まっています。で同時に今まではやらなかったような思いやりを形にする。この、 あの実は写真は高知のクラストが起こった社会福祉施設です。この男の人が私の弟で所長をしています。でクラスターが起こると、特に福祉施設等でクラスターが起こると、誹謗中傷、またそこで働いている職員が辛い思いをするんですが、この2つの旗、頑張れアジサイ園っていう旗を密かに作って、誰もいない時に建てようとした中年の男性の方がいらっしゃったそうです。で声をかけて、お礼を申し上げようとして、またお名前を聞こうとしても、カマンキカマンキという土佐弁で大丈夫だから大丈夫だからと言ってあの消えていった。あの郵便受けの中に名前もない茶色の封筒にあの10万円が入れられて置かれている。あのドライブインへ行ったらあのポカリスエットの箱を持って、あのいつもここへ来てくれるから今このアジサイ園というところでみんな頑張ってることがよくわかるから飲んでくださいって言って渡してくれる。こういうあの信じられないような形の思いやりが私の身近で起こりました。こういう文化が育ちつつある。寄付の文化だとかメッセージの文化、マスクを作って、私どもの大学もマスクを作ってあの施設にいるあの利用者さんたちにあのコロナの患者さんたちにお送りしたりっていうようなことをしています。でさっきあの横部先生が地域というお話がありましたが、私たちは買い物しか行けないので、日常的買い物しか行けないので、日常的買い物のできるところ地元ですね。地域っていうのが都道府県のように大きく広がっていくというよりは、本当に小さいところで自分の生活圏の中の地元の再認識が起こってきているというふうに思います。あのお互いに声を掛け合ったり、今まで声をかけてなかった人が暑いですねとか、コロナでもう苦しいですよねマスクはとかっていう会話が始まっている。でもう一つ大事なことは、これからっていくことは、自分は生きていていいんだ、自分は あってというのが間違っています。自分は自分であって良いのだと思えることの工夫が、人様の触れ合いから得ていたものを、この自粛生活、これからもいろんなウォーキングの、自分の生活、孤独、一人でいる生活がだんだんと当たり前になっていく時代になってくると、こういうことをどうやって獲得していくかの課題があるんだなと思います。私はここで一旦終えたいと思います。南先生ありがとうございました。先生らしく、なんて言うんでしょうかね、あのケアの問題、心の深さを見る、お話をいただけたと思います。メルケルさんが言うように、人は本来的に触れ合いを要する存在である。そうでなければ疎外でしかないわけですよね。ところがこのコロナの中で、あえて、ディスタンスを取らなきゃいけない、距離を取ることが今は思いやりの今であるという言葉に示される事態を強いられているわけですが、しかしながら先生のお話で、空気のように
当たり前としか思わなかった人を大切な人として意識化すると。でそういうことが逆にコロナの中でまた行われるわけですよね。SNS で、オンラインで、冷たいねと言いましたけれども、それを使って、お別れの心のこもった最後の言葉を伝えるということも行われて、大変、深いお話をいただきました。私は今日は兵庫県立大学の理事長室ではなくて、兵庫震災記念21世紀研究機構という防災の方の理事長室でおりますけれども、午前中そこでの会議がありまして、そうしますと普段から随分距離をとってね、部屋の向こうの端まで、いっぱいに広がって、で全員がマスクしてるんですね。でそのマスク越しに遠くから言われるとね、何言ってんだろうと、その表情とか心のひだが伝わらないと大変不満に思っておりましたが、今この SNS オンラインの会議でかえって誰もマスクをしてなくて、みんな表情が見えてやれると、いい使い方もあるんだということを先生のお話を受けながらまた改めて思ったところです。ありがとうございました。それでは医療の前線に立ってご活躍の荒川先生、お願いいたします。荒川先生、はい、聞こえますでしょうか。はい、お願いします。それではスライドを共有させていただきます。伊予木部先生が冒頭に非常にもう素晴らしい、この2月から9月への半年余りの日本の状況をサマリーとしていただきましたので、私は駆け足でこのコロナの状況というものを、医療の立場から少しレビューいたしまして、それが今後ウィズコロナ、ポストコロナにどういうふうな影響を与えるか、あるいはどう考えていくべきかをお話しさせていただきたいと思います。現在これ9月1日で、全世界で84万人余りの方がこの疾患でお亡くなりになっているということで、アメリカ、ブラジル、インドといったようなところが一番多いわけですけど、日本は6万8000人余りで、亡くなった方は1298人、1.9% という死亡率があります。人口100万人当たりの感染者数としましては世界では低いほど、そしてこの全世界ですでに2500万人の方がこの疾患に罹患しておられる中で、日本は先ほど申し上げた数でありまして、ちなみに兵庫県が2276名で53名が亡くなっているんです。昨日現在でございます。世界の死亡率に比べて日本の死亡率は低い。しかも、これが先ほど伊予木部先生がおっしゃいました、いわゆる第1波4月にピークがありまして、その後ですね、一旦それが収束したかに見えまして、またこの第2波とも言うべき波が7月から8月にかけて来ておるわけでありますけども、実際その日々診断陽性が判定される方は第1波の時よりも今回の多いんですけども、それは検査がやはり数が増えているからであって、実際次ちょっと見てみますと、お亡くなりになった方はこの第1波では約900名おられたわけですけど、この第2波では300数十名ということで、死亡率は低くはなっている。ただそれもやはり、検査の数がたくさんになっているので、死亡率としては低くなっておりますけど、油断は許さないところでもあります。これは初期の頃に中国のデータで、示されました。基礎疾患のない方の死亡率は 0.9% だけれども、高血圧や心疾患、がん、糖尿病、そういったもの、あるいは高齢の方が、死亡率が高い。でこれは私の勤めております三田市民病院の、ちょっと細かいんですけど、3月の初めからこの一番直近の8月末までのですね、いわゆる発熱外来、これは一般の患者さんと同線をことにする、独立した診察場でですね、交差しないようにしたそういう専用外来でございますけど、
前半の3ヶ月では、380名の方に PCR 検査をさせていただいて陽性率 3.4%、 後半は430数名で 6.6%。 しかし、まあ、この発熱外来受診者の数も、4月をピークに一旦6月収まって、7月8月とまた増えては今、少し減ってきているという状況でございます。まあ、そしてこのコロナの、まあ、現状を少しサーベイ、リビューいたしましたけれども、一体医療に何をもたらしたか、私はある意味医療の原点に戻ったということが言えるのではないかと思っております。これは標準予防策という考えがもう四半世紀根付いておりますけど、これはアメリカの CDC が提唱した、そして全世界がこれを今一緒にやってるわけですけど、まあ、病院の中では患者さんの全てのこの血液、体液、分泌物等には何らかの病原体がいるものとみなして対応しましょうということであります。でその延長上に接触感染予防や飛沫感染予防がある。したがってこのいわゆる個人防護具を適切に、使用して、まあ、医療者自身も感染を被らないし、それをまた、次の患者さんに運び込んでいかない、微生物を運ばないという考え方が非常に重要であります。そしてそれがこのコロナによってもう一度医療者に大きく自覚をさせることになったと。まあ、この新型コロナウイルスは皆さんご存知のように発症して8割の方は1週間程度で普通の風邪程度の症状で治っていきます。で 20% の方が呼吸困難に陥ってきて、全体の 5% の方がこの相関人工呼吸器管理で集中治療室、そしてそのまあ半分 2% の方がまあお亡くなりになってしまう。まあ、一番多い症状は発熱的ですけども、まあ、この疾患特有の味覚障害、嗅覚障害なども報告されております。しかもですね、その4割は無症状の方から伝播するというところがこの疾患のまた難しいところでありますし、感染していても症状が出ない人が全体の 16% ほどおられると。まあ、こういった飛沫感染、咳や、まあ、普通の会話でも実は飛び散っているこういうしぶき、その中にウイルスがいる。これが一番大きな電波経路ですけど、接触感染もあります。ですから、まあ、手をきれいにするということが非常に重要です。例えばこれはこういうフル PP といいまして、重装備をしてフェイスシールドまでして、患者さんのこの鼻腔から検体を取るところを示しておりますけども、こういうことを、まあ、やって、その微生物、この新型コロナウイルスを検出するわけですね。こういうふうにですね、まあ、安全に検体を取る、こういうことが医療現場でやられておりますけども、一般の社会に当てはめていますと、手指衛生であって、そして咳エチケット、マスク、そして必要な場合の手袋、その他の個人防護具と、一番重要なのはこの咳エチケットで、まあ、咳が出るような人はマスクをしていただくし、咳マスクがなければティッシュ等で覆ってそれを捨てる、その後すぐ手洗いをする、とっさの場合は袖で覆って咳をする、もちろんこういうふうな無防備はダメですよと、で適切な距離をとって換気を十分にしましょうということですね。そしてこの流水石鹸の手洗いもきっちり15秒以上かけてやる、でアルコールはしっかりすり込みましょう、このウイルスはアルコールで撃退できます、アルコールがよく効きます。まあ、3密、これはもう皆さんもうご案内の密閉、密集、密接と、要するにしぶきが飛ぶような状況を作らないと、そしてこの適切な距離2メートル、まあ、いわゆる濃厚接触というのはマスク等をせずに1メートル以内に15分以上接触した場合というふうに定義されております。ユニバーサルマスキングというのは、まあ、外へ出て相対するときは常にマスクをしましょうということですね。そのことによって 85% 感染リスクが減少する。まあ、マスクも正しくしないと意味がありませんので、プリーツをちゃんと顎まで伸ばして、外すときはこの脇を持って捨てると、まあ、こういった鼻を出さないということですね。このウイルスというのは本当に小さな微生物で 0.1 ミクロン、1ミクロンというのは1000分の1ミリですから、これは、1万分の1ミリですね。じゃあマスクの隙間はどれぐらいあるか、実は5ミクロンあるんですけど、マスクは三重構造になっておりますので、こういった小さなものをあんまり通さない、しかも
この飛沫は 5ミクロンですから、まず飛沫はマスクでほぼ完全に防げます。ただ外から入ってくるウイルスは全くシャットアウトできるかというと、まあ、そこまでは言えないというところがありますね。でこれは、普通のマスクを作って、くしゃみをするとこんなに飛沫は飛び散りますけど、マスクなしではですね、マスクをつけていると全然飛沫は飛んでないという写真であります。これはもう一つの問題として、このコロナがもたらしたですね、一つの問題は、このコロナを受け入れている病院が、例えばこれは全国の自治体病院の約半分がコロナの患者さんの入院を受け入れています。そしてそういう病院はですね、特に5月がこれは おそらくボトム、そこだったと思う。6月7月が少し持ち直してますけど、この医療収入がもう2割あるいはそれ以上落ちてるんですね。そして、患者さん自体も受診控えとかありまして、2割あるいは1/4と、そのために空床閉鎖病棟を設けたような病院では特にその影響が大きく出ております。この13の特定の府県には兵庫県も入ったわけですね、例の緊急事態宣言。そうすると手術件数はなんと4割も減ってしまいました。まあ、6月から持ち直しておりますけど、しかしこのコロナの影響はまだまだ残ると思います。最後のこれ1枚2枚のスライドですけど、これはこれからの秋冬の第3波に備えて、インフルエンザワクチンを今年は少し早めに11月全般までにやっておきましょう。そしてこのインフルとこのコロナが同時期に流行ってくることが十分考えられますので、日本ではこのインフルの抗原迅速診断、さっきお見せしました鼻から取るんですけども、これは潤沢にありますので、これをやってインフル陽性であればその治療、陰性であればこのコロナの迅速抗原、今は PCR が一番よく行われておりますけど、やがてこの、抗原の迅速診断、これは結果が30分で出ますので、それの高感度のものが出てまいりますので、これでコロナがいるかいないかを見ると、一本の検体で両方が同時検索できるのが理想で、おそらくこれは近々にそういうことができるようになると思います。で、まあ、最後にこれワクチンですね。ワクチンは全く今までとは新しい手法で、これは DNA、RNA ワクチンといろいろ言われておりますけれども、全世界で今急ピッチで開発されております。まあ、一部のものがもう第3層、多人数にあって安全性と有効性を見るという段階まで来ております。まあ、日本もそれを追っかけてやっている状況でありますけど、ただまあこの効果は、まだまだ分かりません。最後のスライドです。まあ、この COVID-19、新型コロナウイルス感染症は感染制御という概念を医療者にもそして社会にも呼び覚ましました。第2波はまだ予断は許しませんが、特に気になるのは第3波であります。インフルエンザの識別、それには検査体制のさらなる整備、そして日常生活でリミナルされるマスキング、3密の回避、これは引き続き重要であります。ワクチンに期待かかります。しかし現実では確実な予測ができません。そして、医療機関への財政的支援が不可欠であるというふうに思います。どうもありがとうございました。以上でございます。ありがとうございました。荒川先生、大変明快にもう、ポイントを説明いただいて、輪郭がいささか理解できたような気がいたします。特に最後の方で、まあ、感染制御というお話、それから改めて今日今教えられたのは、インフルエンザと、その併発するというか、その識別が大事であると。それができないと大変やかなことになる。したがって今年はインフルエンザをのワクチンを早めに、注射するようにということを教えられました。私も76歳ですからそれを行いたいと思いますが、娘家族と一緒に孫2人も住んでおりますので、挙げて、先生の今のご示唆に従って、早めのインフルエンザ予防注射をしたいと思います。どうもありがとうございました。後ほどまた伺いたいと思います。それでは豊岡から平田先生お願いいたします。はい、大丈夫です。平田でございます。よろしくお願いします。まあ、私自身は
今豊岡の江原という駅の近くに住んでるんですけど、まあ、実際の仕事は、演劇作品を作るのが一番の仕事です。まあ、大阪大学の教員もしておりまして、まあ、教員も20年ほどしておりますけれども、まあ、一番の本業はこれで、まあ、特にあの国際共同の、作品作りが多かったもんですから、まあ、これ全部もうこの半年間中止になってしまいました。演劇界はもう2月末から自粛が始まりまして、3月には9割、4月5月はほぼ 100% 全ての劇場が閉鎖になりました。6月以降、緊急事態宣言解除以降はですね、徐々に復興はしてるのですが、内閣府が定めた 50% 条項というのがありまして、定員の 50% しか観客を入れられないことになっております。多くの演劇だいたい採算分岐点を7割から8割、ブロードウェイなんか9割で取ってますので、5割というのはもう最初から赤字ということで、まあ今日これ話すと長くなりますが、どうなるかというと、当然チケット代の値上がりがもうすでに始まっております。今までは社会的な責任もありますので、チケット代を宝塚さんなんかも多分抑えていらっしゃったんですけど、これも背に腹が変えられないので相当チケット代高騰するだろうと。そうすると富裕層しか本当に舞台芸術に触れられなくなるという現象がこれから、まあ、危惧されております。そんな中で、まあ、先ほどもドイツのメルケル首相の発言がありましたけれども、これはドイツの文化大臣が、もう3月の時点でですね、アーティストは必要不可欠なだけではなく生命維持に必要なのだというふうに、語り、アーティストの保護を始めました。まあ、休業保障を始めました。で、まあこれやっぱりドイツはですね、分断国家であったということ、そして、まあ、社会主義政権下で文化、要するに、表現の自由とも非常に抑圧された経験がまだ多くの人の記憶にあるということが、逆に文化を抑制するということが非常にその社会全体にとって危険な状態であるということを、まあ、共有してるからこういった発言が、まあ、次々首脳陣から出てきたんだろうと思います。しかしそれでもあえて、制限を加えなきゃいけないので、その間に、まあ、文化が死に絶えてしまうとその後大変なことになるということですね。私、これ4月だったと思いますけれども、ベルリンの副市長、文化担当の副市長ともちょっと同じネットの番組に出る機会がありました。彼が言っていたのは、まあ、このままウイルスを全て死滅することができたとしても、その後その時にですね、文化も同じようになくなっていたら、私たちは何のために戦っていたのかさえ分からなくなってしまうではないかというふうに、まあ、ベルリンの副市長はおっしゃっていました。まあ、ヨーロッパでは非常に、まあ、もともと文化政策というのは非常に強くてですね、地方自治体では、大体ドイツの地方自治体では全予算の1割ぐらいを、まあ、文化政策が占めるわけですね。まあ、日本は国家レベルで言いますと、文化予算というのは、総予算の 0.1% ですから、まあ、先進国平均の、4分の1、韓国やフランスの10分の1といわれる、もともと脆弱なところに、まあ、今回の、コロナの問題が出てきたということです。で、まあ、この間ですね、演劇人だけではなくて、まあ、ライブエンターテインメント、大体1兆円産業なんですけど、これのまあ半分以上が失われたと言われているんですが、たくさんのまあアーティストがですね、この文化の窮状を訴えたんですが、一方で特にインターネットを中心にですね、今それどころではないとかですね、自分勝手な発言をするなとかですね、非常にまあ厳しい声も上がりました。で、まあ、もともと、まあ、私大学ではアートマネジメントというものも教えてるんですけど、このアートマネジメントというのは大きな災害ごとに日本では発展してきた歴史があります。もともとやっぱり阪神淡路大震災ですね。あの時にはまだ NPO などということもなかったので、まあ、アーティストが慰問なんかに行ってもですね、今それどころじゃありませんみたいな感じでちょっとこう遠ざけられた場所もあったんですけど、一方で兵庫県のピッコロ劇団はですね、避難所をすべて回るということをしてですね、そのことによって県民の劇団だという地位を確立していったという歴史があります。で、徐々にアートの重要性というものは認識されてきて、東日本大震災の時にはですね、まあ、もちろん大きな災害があると3日間1週間は
命を守らなきゃいけない。しかしこの避難所生活が長くなっていく過程では心身の健康ですね、心と体の両方の健康が必要なので、まあ、アートとかスポーツとかが非常に重要だということで、アート NPO は東日本大震災の時非常に大きく活躍をしました。しかし今回ですね、まあ、見えない敵と戦うということ、そして集まってはいけないというこの2つの要素から、まあ、ちょっ とあのアートに関しては時計の針がこう25年前ぐらいに逆戻りしてしまったなという感じがしております。で、私自身は、大阪大学では演劇等を使ったコミュニケーション教育を行っているんですけれども、まあ、この中で私はよく対話と会話をきちんと区別することが重要なんじゃないかと言ってきました、まあ、というよりも対話ダイアログという概念が、まあ、日本ではちょっと弱いわけですよね。で、辞書なんかを引くと向かい合って話すことなんていうふうに書いてあります。英語の辞書を引くとですね、なんと1項目目に映画や演劇のまあセリフというふうに書いてあるわけですね。で、私なりの定義は会話というのは親しい人同士のおしゃべり。で、対話というのは知らない人との間の情報の交換とか、知ってる人同士も価値観が異なるときにすり合わせをまあ対話とまあ呼ぶと。で、それからまあ教育学の世界では最近シンパシーからエンパシーへという言葉がよく使われます。まあ、これも訳語がちょっと同じような訳語が出てきてしまうんですけど、私は同情から共感へ、同一性から共有性というふうに、まあ、紹介をしてきました。シンパシーというのは弱い人に対してこう同情するような気持ち、自然に出てくる感情ですね、まあ、それに対してエンパシーというのは異なる価値観とか異なる文化的な背景を持った人がなぜそういう行動を取ったかとか、なぜそういうことを言ったのかについて理解をするしようとする態度とか、まあ、技術なんですね。これは教育で、まあ、きちんと身につけなきゃいけないというのが、ヨーロッパの、まあ、教育の今主流になっています。で、その時にですね、演劇教育が非常に大きな役割を果たす、要するに他者を演じるということ、あるいは戯曲を読んでそれを分析するということ、なんでこの人はこの場面でこういうことを言ったんだろうということを、まあ、理解することがですね、非常に他者理解とか異文化理解には重要だということが、まあ、ヨーロッパの教育では、まあ、主流になってきております。で、まあ、日本社会というのはですね、会話はあっても対話がない社会、あるいはシンパシーはあってもエンパシーがちょっと弱い社会なんじゃないかというふうに、まあ、これまでも言ってきました。要するに非常に身内に対してはすごく優しい、民族なんだけれども、異文化に対して、急にこう排他的になってしまう瞬間というのが私たちに、まあ、あるんじゃないかということです。そして今回のコロナの問題でもう一つ、まあ、顕在化したのがですね、このハウスがあってもホームがないということなんじゃないかというふうに私は考えました。まあ、ステイホーム、あるいはステイアットホームということを、まあ、この英語をですね、政治家もですね、経済人もですね、ジャーナリストもですね、無邪気にこうそのまま直輸入で使ったわけなんですけれども、まあ、皆さんご承知のように英語のホームというニュアンスはですね、ハウスとは違いますよね、まあ、家族関係とか、人間関係を含めた帰るべき場所というのがホームのニュアンスなんだと思うんです。要するにステイホーム、ステイアットホームというのはですね、帰るべき場所にいようよという英語だったんだと思うんですが、これを、直接使ってしまった、あるいは翻訳するときに、お家にいようよみたいな言葉がよく使われましたよね。だいたいこう用事語を使うってことは、それに適切な概念が日本語にないということですね。ホームに当たる適切な概念が日本語になかったんだと思うんです。で、この区別がついてない中でステイアットホーム、ステイアットホームと言ってしまったために、しかし日本はですね、先進国の中で最も独居率の高い国であり、それから企業社会と遅延血縁型社会以外のですね、もう一つのこうつながりですね、文化的なつながりが非常に弱い社会で、ま、先進国など最も人間が孤立しやすい社会だと。で、そうするとですね、一定数ホームが、ハウスはあってもホームがない人々が、まあ、ネット上などで凶暴化してしまったんじゃないかということなんです。で、まあ、私も大学の教員なんで、オンライン授業をたくさんやってきたわけですけど、この間で今回4月の新学期にかかったために、ゼミのような普段から会ってる学生たちとは全く問題なかったわけですね、オンライン授業でも。しかし初めて会った学生たちと4月に授業をするというのは非常に大変だ。これオンライン会議もそうですよね。会社で普段やってる会議をそのままオンラインでやることにはそれほど違和感はないし、オンラインの方がいいじゃないという人もたくさんいた。でも初めて会った人とは非常に難しい。ってことはどうなったか。
結局これは孤立孤独が加速したっていうことなんだと思うんです。多くの孤独な人たちを生んでしまった。でここにもっと政府はケアをするべきだったんだと思うんです。ステイアットホームというならばただ単に10万円を税に配るんではなくって、この社会から孤立した人たちをどうやって社会包摂していくかということにもっと意識的になるべきだったし、本来はそこに文化というのは非常に重要な役割を果たすんですが、まあ、残念ながらこの私たちネットで凶暴化してしまった人たちにアートを届けたいんですけど、アートというのはこう届けたいところに届かないというこうジレンマが根源的にあるので、まあ、そこは非常に厳しかった。もう一つ最後にですね、今回 の, あのこのコロナ禍のですね大きな特徴は弱者のいない災害だったのではないかと私は考えています。東日本大震災はですね、どう考えても東北の友人や家族を失った方たちが避難所でですね粛々と支援物資を待って列を作っていたと。でそれに多くの日本人は同情し、そして多くの募金をし、ボランティアにたくさん駆けつけました。はっきりとした社会的弱者がいたということですね。しかし今回特に日本では最初のクラスターが豪華客船であったりライブハウスであったりナイトクラブであったりしたためにですね、感染者も本来弱者であるはずの感染者も、まあ、悪者扱いされてしまう。で医療従事者さえも差別されるような状況が生まれてしまう。日本人はかわいそうな人にはすごく強い同情心を抱く心優しい民族です。しかし異なる価値観を持った人に対する想像力はなかなか持てない、弱みがあります。で僕はよくずっと言ってきたのはですね、確かに命は大切でしょうと、しかし命の次に大事なものは人それぞれ違うんだと思うんですね。音楽で人生が救われた方たちもたくさんいます。映画や演劇で勇気づけられた方たちもいます。スポーツ観戦がやっぱり生きがいの人もいれば、カラオケがストレス発散の道具な方もいます。でその命の次に大切なものは一人一人全く違うので、そこに思いを馳せるということがこれからは大事なんですけど、今こんな事態なんだから演劇なんかやらなくてもいいだろうとか、今スポーツどころじゃないだろうと、お互いが大事にしているものを大事にしないっていうことに、まあ、今回のちょっと日本でのですね新型コロナウイルスの問題の、まあ、精神的にこんなにうまくいっているのに、医療従事者のご努力もあってこんなにうまくいっているのに、社会全体が非常にストレスフルになっている、まあ、一つの大きな原因があるんではないかというふうに、まあ、思っています。私の立場、まあ、コミュニケーションを、まあ、大学で教えている私の立場から言うと、この、エンパシーやですねホームといったものを、まあ、日本社会がですねどうやってこれから育てていけるかということが、まあ、大きな課題になるかなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。阪神淡路大震災の時にはピッコロ劇場は頑張ったけれども、なんで今みんなライフラインもない中で、そんなものという声もないではなかった。でその時にこのほど8月に亡くなられた山崎正和さんがね、ゲットっていうお芝居を被災地神戸でなさって、私も見ましたけど非常に感動いたしました。命すら奪われていくという中でその精神、自分 の,、の大事にしているものをどう守るかという苦闘ですよね。で山崎さんはおにぎりは被災地に大事だ、しかしだからといって文化がいらないわけではないということをその、上演に込められたわけですね。で兵庫県は当時の貝原知事の下で、大災害の時っていうのは普通の状態からマイナスの事態にドーンと地獄に突き落とされることなんですよね。でそうするとそこから普通に戻るだけで大変なんですね。でその普通に戻ることを最優先して不要不急のものはといって外していく、そういう傾向ってね非常に強いわけですけれども、幸いにも兵庫県は創造的復興と今までなかったものも大事
心の豊かさは大事なんだというので、この、周辺には県立美術館も安藤忠雄さんの設計でできましたし、西宮北口の芸術文化センター、これを今に至るまで定着させた、それまでなかったボランティア活動というのが阪神・淡路大震災の中で突如湧き出て、そしてそれは一時の現象じゃなくて今は非常に定着してきたと思うんですね。でそういうあの変化があって、お話になったように東日本の、津波災害の中ではアートの大切さということが、アート、スポーツ、そういう人たちが行って励まされた。でこの度 の, あのコロナでも全般にはあの心ない動き、まあ、両極の動きがあると思うんですけれども、はい、あのイタリアに行った日本人のバイオリニストが屋根の上でね、このバイオリンを弾いて励ますとか、あるいはオペラの歌手がね、一段落した時にローローと歌い上げるとかいうふうなことをして感動させ、それからあのニューヨークのクオモ知事が、ニューヨークはもう医療崩壊だと、おしまいだと、全米の医療関係者来たりて助けよということをテレビで言ったら、行けば危険なのに1000人近い医療関係者が駆けつけてボランティア活動したと、まあ、そういうふうなあの、もう大きな趨勢と、それからその中でかえって輝くようなね、良さみたいなものと両方が現れるのがこの悲惨な災害の状況、コロナも一つの災害だと思うんですが、その中で、25年前の阪神淡路の時におにぎりのは大事だけれども文化といった中で、この度コロナの中で、橋名区も平田織座さんが、豊岡という兵庫県の中の片田舎の町においでくださって、そこで文化創造の営みをね、展開してくださるというのは、これは奇跡的なことだし、大変に、ありえないありがたいことだなというふうに感じてるし、あとでも少し話をさせていただきたいんですが、ご承知のように田島はまあ比較的あの市中感染の確率は非常に低いので、こういった安全なところからでも文化を復興していくってことも非常に文化のバックアップ機能というのも必要なんじゃないかと思って。そうですよね、はい、後ほどまたよろしくお願いいたします。それでは最後になりましたが、大津さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんかもう素晴らしい先生方のお話で大変恐縮で、なんで私ここにいるんだろうと思って聞いてたんですけど、いえいえとんでもありません。お願いします。すごくためになるお話で興味深いお話ばかりでした。よろしくお願いします。お願いいたします。ですね、まず私は一体何をやってるんだっていうところで自己紹介をさせていただきながら、今後 の, その雇用の問題、アフターコロナにおける雇用の問題と今そのウィズコロナ時代における、問題っていうのを交えながら、私たちが、やろうと思っているミッションをお話ししたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。ですね、私は株式会社コンパスの代表をやっております。で今ですね、この表題に出てますチョイスというですね、皆さんご存知かと思いますが、 LINE を使った無料のキャリアカウンセリングサービスをプラットフォームにして無料で、皆さんにお使いいただくというようなものを開発して提供しております。すみません、ごめんなさい。私はですね、起業して3年目になるんですけれども、まだまだ2018年の春、サービスを立ち上げてやるといったところをやっておりまして、それまで直近3年間はですね、国家資格のキャリアコンサルタントという資格を持って、引きこもりやニートを中心とした低所得者の方々の相談に乗って、人材を企業の方に就労支援というの形をやっておりました。でそこで、一つ思ったのがですね、私自身も子供がいて、結婚して子供がいるまではバリバリ法人営業で普通のサラリーマンをやっていたんですけども、マミートラックというものを味わいましてですね、初めて子供を保育園に迎えに行く時間に終わる営業職がないんだっていうことに気づくんですね。でそこでハローワークに行って初めて相談を受けてみて、
まあ、ちょっとお子さんかわいそうですよねとか、あの今楽しんだらどうですかとか、そこまでして仕事がしたいですかとか、ちょっとまあ6年前になるんですけど、あの今だとちょっとセンシティブな話になるかと思うんですが、いろいろ支援側相談者の方々に、アドバイスを受けるときに、私はどうやってこのまま働くっていうのはちょっと難しいのかなとか、やりたい仕事をやっていくのは難しいのかなっていう問題にぶつかりました。で、もちろん素晴らしいカウンセラーの方々だったり、その公的な素晴らしいサービスがたくさんあるんですけれども、その中で、時代に合ったそういった相談のインフラっていうのは、なかなかないんじゃないかと。一般の方々にはあるけれども、ないけれども、あの病気になったりですとか、まあ、その生活保護になったりですとか、ちょっと困った課題にを持ってしまったところでは、相談サービスがいろいろある、支援サービスっていうのが整ってきている国だと日本は思うんですけれども、普通のこの生活の中でキャリアステージが変わったり、まあ、こういうコロナもそうですけど、何か起こった時に一般の方々がですね、気軽に使ってもらえるような、そういった相談サービスがないので立ち上げようということで立ち上げました。ちょっと簡単な動画なんですが、スマートフォンさえあれば、誰でも専門家に相談ができるという形でやっています。で、その先には、人生相談の先に仕事の紹介なども人材紹介許可を取ってやっています。今までも人材サービスいっぱいあったじゃないかっていうところなんですけども、私たちが注目していただいている理由として、日本の労働者 70% が年収500万円未満だよねっていうところに注目しています。実はですね、私たちのミッションというのが、日本からワーキングプアをなくそうというミッションに取り組んでいるスタートアップベンチャーでして、ワーキングプアというのは年収200万円以下の方々の定義なんですが、ワーキングプアになりそうな200万円から420万円ぐらいの方々もターゲットにしています。でもそれはなぜかという話はまた後ほどと思っているんですが、今日本にある大手の人材サービスというのは年収500万円以上に特化した方々の人材紹介手数料を軸にしたマネタイズになっているんですね。なので年収500万円以上の方々っていうところの、まあ、人口分布を見ていただきますとかなり少ない。じゃあこの方々以外の下の方々っていうのは一体何を軸に相談したり転職しているんだっていうと、やはり失業保険をもらいに行った先のハローワークであったり、あとは地域紙であったり、非正規、まあ、バイトパートの、まあ、情報誌であったりといったところで転職を繰り返しているんですね。で、転職を繰り返している理由というのは、その情報はエージェントと違ってですね、企業先の条件とか、企業の条件、仕事の情報ってとても少ない。で、その中で、限られた情報の中で判断して就職をしないといけない。ですので、駅からちょっとだけ近いとか、お給料がこっちの方が2万円高いとかですね、そういったことで決めがちになってしまって、彼らのキャリアというのが分断されたり、ミスマッチを繰り返して転職を繰り返すというのが、日本の労働状態の中で、労働環境の中で大きな課題であるなというふうに私たちは感じました。なので、ここを中心にですね、相談サービスをやりながら人材紹介をパーソナルな問題としてやっていこうというふうに考えています。で、私たちはこれをですね、短期間で解決する必要がすごくあるなというふうに感じていまして、ベンチャーキャピタルなどから資金を調達して、今現在プレシリーズ A というところで 1.3 億円の資金を調達しています。で、コロナの追い風もあってですね、毎月今右肩上がりで相談者の方々が増えているというところです。もともとコロナのためにというわけではなくて、子育て中の方であったり、お仕事をしながら相談転職を考えている方が使えるようにということで、オンラインでチャットと動画通話をメインにして相談を受けられるというサービスを作っています。で、ビジネスモデルなんですけれども、私たち神戸市と連携というふうに書かせていただきましたが、神戸市さん以外にもですね、宝塚市さんですとか、いろいろな委託事業、まあ、もしくは兵庫県労働局様とも連携させていただきながら、いろいろなそところに、いろいろな開発、いろいろな機能、いろいろなプロダクトのところに、相談サービスという、相談するという機能を実装させて、少しお困りの方々に、無料でサービスを提供しています。
でこちらはフリーのモデルになっているんですが、ここでですね、全国に5万人以上いる国家資格を持ったキャリアコンサルタントの方に委託としてですね、お仕事をしてもらい、相談に乗ったところ、その方々を、キャリアカウンセリングが終わった方々を採用したいという企業さんにご紹介しています。普通でしたらここの部分がですね、広告、マーケティングになるんですが、このマーケティングで広告料を支払う代わりに、行政さんにですね、安く開発、まあ、そういった IT サービス、IT システムを開発して提供し、開発料をもらいながら、そこのユーザーを流入させるという、ちょっと変わったビジネスモデルを展開しています。で現在はですね、氷河期世代に力を入れていますが、氷河期世代に限らず20代の今コロナの雇い止めですね、失業者の方々、もしくは失業しそうだなっていう方々に特化した、まあ、マーケティングであったり相談ノウハウというのに力を入れています。でこれは今後のビジネスモデルなんですが、私たちはその相談サービスをチャットベースでやっているのに理由がありまして、相談でしかわからないデータというのを大切にしています。でその方々がどういったことに悩んで、どういったものを提供したらその悩みが解決して、その後どういった仕事に就いたら生活が安定するのか、まあ、いわゆるその道しるべといったものですね、そういったものをデータの中から見つけ出そうというふうにしております。でそのデータをもとに、職業、まあ、企業先ですね、紹介、働く先であったり、その後のですね、このどんどん労働人口に限らず人口が少子化によって減っていく中で、高額商品が売れなくなっていると、そういったところでの不動産であったり、あとは負の連鎖を断ち切るためのお子さんへの学費費用だったりとかですね、そういったものの予診情報のプラスになれるような、そういった形でデータをアレンジしていこうというふうに頑張っています。で先生方のお話すごく面白いなと思って、価値観がこうやってみんなが変わっていたらいいのにと思っていたんですが、まだまだですね、お仕事を探す上では履歴書、職務経歴書といったもの、学校群、この3つが優先されてしまって、ブランクがある方々、学校をちょっと中退してしまった、病気になってしまった、介護をしてしまった、そういったキャリアステージがですね、こう変わったタイミングでお仕事を失った方に対しての、職業復帰が大変難しいというところが日本の現実です。よどみなくですね、間違いなく、まっすぐにそれ一つのものをやり遂げなければいけないといったところが、日本人のですね、人事の方を中心に価値観としてまだまだあってですね、まだフリーランスだとか起業だとかっていうのが騒がれてはおりますが、普通のですね、働きながら家庭を持って、自らのこう夢を実現させようと思っている方々に対しては大変厳しい世の中ですので、私たちはそれをですね、意欲を持ったらいつでもチャンスが与えられる、そんな、社会にしていきたいなということで頑張っております。でですね、ポストコロナのためにとか、現在のウィズコロナについてちょっとお話をしたいなというふうに思ったんですけれども、もう IT ベンチャーというですね、まあ、ちょっとキラキラした感じのものをやらせていただきながら、こんなことを言うのはちょっとあれなんですが、まあ、デジタルシフトだけを、まあ、デジタルシフトっていうところで、今まさにこうやってズームでこんなシンポジウムに参加させていただいたりですとか、大変便利で、皆さん IoT だ ICT だスマートシティだということで、いろいろとこう騒がれていて、 IT 化デジタルシフトというところ進められているイベントが目立つなというふうに思っているんですけれども、やはりこれだけをやってしまったら失敗するのではないかというふうに毎日思っております。でそれはですね、メンタル的なところで先生方がおっしゃった、もちろん人と人との関わりであったり、カルチャーであったり、もちろんアートであったり、いろいろなところでも感じるところではございますが、雇用の部分でやはり私たちはそれをすごく大きな課題だと思っています。というのも、そもそもデジタルシフトがですね、人件費を削減するためのものであると私は捉えておりまして、やはりその本来人でやったところを安く自動化したり機械化したりするというところを頑張ってきたと。
なんですけれども、私たちの相談がこう右肩上がりで上がっていて、そのユーザーさんはですね、ほとんどの方がイベント業だったり飲食業だったり接客業だったり、製造業であったりというところで、今まで本当に労働集約でやっていたワーカーさんの人たち、 GDP27、28ですか、すごくこう落ちている中でもう溢れるぐらい20代、30代の失業者の方々、もう失業しますという方々、その方々が相談に入ってくる。で、そういった話も一つの求人に対して応募が殺到するわけですね。で、それをこう横目で見ながらですね、こう考えることは、まず新しい雇用を生み出すことだろうと。で、これはですね、もちろん消毒をするとか、そういった新しい現場での仕事っていうのも当たるかもしれないんですが、それではなく外国に出していた、いわゆるそのサプライチェーン的な問題であったり、日本で一から何かをやっていく、まあ、農業なんかもそうだと思いますが、こう外国で安い労働力でやっていたようなことを、まあ、ゼロから、一から日本で戻してやるというぐらいをですね、できれば国策であったり企業だけではなくて、まあ、全力で取り組まないとですね、この方々の、今私たちが、向かい合っている若い今働き盛りの20代40代20代から40代の方々の雇用っていうのが、まあ、なくてですね、どん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 、貧困格差が広がり、ワーキングプアを減らすところから増えてしまってですね、大変なことになってしまうと。もう生活保護の問題だけでなくて、本当に自殺者も増えて、メンタル疾患も増えて、大変なことになってしまうなっていうのが、今目の当たりにしているという状況でございます。私たちが何ができるかわからないんですが、まずは、キャリアカウンセリングのインフラをというところで無料で提供し続けながら、そしてそれが深夜でも使えるようにということで、24時間365日 AI のチャットボットを軸にして受付をすると。で、私たち人が出てくる相談をやっておるんですけれども、それを気軽にですね、チャットで深夜1時まで朝5時から対応しながら、土日祝日もやっておりまして、これがまあ日本の当たり前に次になったらいいなっていうふうに思っています。すごいこういうところが大切ですみたいなお話はできなかったんですけれども、ぜひ先生方のお力で雇用労働者の方々のところもサポートお願いできたらなというふうに思っております。ポズでした。ありがとうございます。ありがとうございました。とっても若い方が私どもかなり、老成した者たちの中に入っていただいて、生き生きとした方に加わっていただいて嬉しいなと、育児まで、なさってたというのを伺って、そういう方の頑張りというのがこれからますます求められるだけに、ご参加いただけてありがたく思っております。ありがとうございました。それではディスカッションに入りたいと思いますが、南先生が大変深い心の問題というのを語ってくださいましたので、それを最後鳥の方に持ってきまして、このコロナ感染症の具体的問題の現場をやってらっしゃる荒川先生にまず伺いたい。で、続いて、社会で今奮闘してくださっているお話をした大津さんに伺い、そして文化の問題を平田先生に伺い、そして最後に南先生に、大きく人間存在の問題でまとめていただければというふうに思います。まず荒川先生にお伺いしたいんですが、専門家として先生見てらして、日本のコロナ対応、その中での兵庫県のコロナ対応、これどういうふうに見てらっしゃいますか。よくやってると見られますか、それともあそこここもダメというふうに、焦燥感を持って見てらっしゃいますか。そのあたり率直なところを教えてください。はい、ずばり申し上げますと、兵庫県は非常に優秀だと思います。と申しますのは、私どもは兵庫県新型コロナウイルス対策協議会という、県の方からご指名いただいて、何回か県知事さんもご出席されて、会合を持ってきたわけですけど、その中で示される資料を拝見しますとですね、コロナ感染者の方を非常に綿密に何て言いますか、その環境等を調査されまして、接触者ですね、
接触者を非常に高い確率といいますか、ほぼ 90% ぐらい割り出して、その、広がりを把握しておられると。これは本当に兵庫県の、県の当局、まあ、疾病対策課、あるいは健康福祉部をはじめとするそのヘッドクォーター、そして県知事副知事 の、 その高齢委員会ですね、保健所がもう非常によく頑張っておられますし、兵庫県独自 の、 あの入院 の、 その入院先をこのコーディネートする CCC というシステムを作っておられます。したがって、そういう陽性者をすぐに医療に結びつけるシステムもあり、かつその方々のその、まあ、その周りのですね、接触を非常にこうタイミングよく調べられて、それが非常に初期には表現にもクラスターございましたけど、その後は非常にクラスターも減りましたし、なるほど、全く小さなクラスターで終わってると。そこで、追跡がよくできているので、シャットアウトできているということで、私は兵庫県は ある意味ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、日本のモデルとして後で検証できうるほどの対応されてきたと評価しております。ありがとうございます。なんか私専門家からそう聞くの初めてでして、特にメディア見てるとね、一般の人はね、大阪府知事しっかりしてるじゃないか、テキパキとおっしゃって、兵庫県はそれにしたらなんかくすんでるよねみたいなね、そういう声が多いんですが、専門家からご覧になれば兵庫県の対応非常にしっかりしてる。今おっしゃったように病院のこうレベルなんかをねちゃんと見て、そしてこの人はどこ入れたらいいかということを綿密にやってるし、それからその軽症者をね、多くの日本の多くの都道府県では自宅で待機しなさいと。で、自宅待機ということは治療はしないのはもちろんね、コントロールもしないわけで、どこへ行こうと誰も分かんないわけですよね。というふうな、あとは野となれ山となれ的な対応であるのに対して、兵庫県はホテル旅館等宿泊施設を借り上げて、軽症の人もそこでね、いてもらうというふうな対応をして、自宅待機ゼロというふうな方針、これもなかなか優れたところじゃないかと思うんですけれども、そういう評価は世情では聞かないですよね。今初めて伺ったという感じですね。今ゆうきめ先生がおっしゃったように、まず一旦は入院して状態を確認して、まあ、早い時期に宿泊施設ホテルに行く人は行かせるしということも含めてですね、はい、非常に適切な、まあ、そういう対応されていると。うん、やっぱりこういうことができる日本社会だからこそね、死亡者は先進国の中でず抜けていると。はい、いう結果、医療体制、100年前 の、 スペインインフルエンザの時には38万8千人亡くなった。で、その時に比べて決定的なワクチンだとか特効薬が確定してるわけじゃないけれども、しかしその人工呼吸器だとかエクモだとかね、こういうもの必要な人に全部当てがえるというのはもう100年前と全然違うですよね。で、そういう意味で、医療の皆さんのね貢献素晴らしいと思いますし、そうするとファクター X っていうのはね、そのような医療能力とか社会の方なんでしょうか、それとも日本を含むアジアの人たちは何か交差免疫だとか、そのコロナウイルスに対するある種の対抵抗力のようなものがあることなんでしょうか、どういうあたりがファクター X だと見てらっしゃいますか。先生のおっしゃるその X は最後におっしゃったその、まあ、よく BCG 云々って言われますけど、やっぱり日本人はそういう、ある意味いい免疫環境が作れるような小さい頃から の、 そのワクチンであったり、いろんなそういう行政の支援がですね、十分できているということも一つの要因かなと思います。それと真ん中でおっしゃったいわゆる民族性ですね、マスクとなったらそれはやはり、まあ、しっかりと、まあ、ルールを守って皆さんがしてくださると。そして、まあ、要するに何て言いますか、無茶な行動は、まあ、基本的には皆さんなさらないというようなことが
重なって、それとまあ医療の面でも、ね、特に表現に関して申します。先ほど申し上げましたけれども、重症者はこの病院で、その次はこの病院ということをちゃんと県の方が決められてですね、私ども協議会でもそれをお示しいただいて、うん、なるほどというふうなこの位置づけです、うん、患者さんは本当にタイムリーに、しかも、その病態に合った病院に入院していただくということを県が非常によく主導されてきているというのも、どうですか、まあ、表現の特徴かと思っております、はい、県の評議会のメンバーであられる先生はね、そういうことをよくご存知だけど、県民もね、はい、そういうふうなこの綿密な調査をした上でね、病院のレベルを振り分けてとか、はい、そんなことしてもらえるっていうことをね、あんまり意識してないんですよね、でそういう意味で大変ありがとうございました。このシンポジウムでそういうことを皆様に知っていただければと思います。そうですよね、はい、それで、まあ、大変めでたいお話のようですが、しかしね、もしその第2波第3波っていうんですか、100年前のように変異して強毒化したのが来た場合にね、それを考えると今の日本の医療体制とか対応、これで十分なのか、ここだけはしっかりやっとかなきゃと思われるようなこと、先生ございませんか。そうですね、やはり人工呼吸器の数とかいうこともよく話題になりますけど、うんうん、まあそれはなんとかカスカスいけるとしてもですね、うんうん、それを十二分に使いこなせるマンパワーですね、それをやはり日本全体にくまなくうまく配置するというようなことが今後必要になってくるかもしれません。再配分で足りますか、絶対数は足りてますか。絶対数は私は大丈夫だと思っておりますが。そうですか、はい、はい、どうぞこれからもよろしく国民を守ってくださいますように、はい、ありがとうございました。大津さん、どうもよろしいですか。大津さん、大津さん、はい、聞こえます、大丈夫です。ごめんなさい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。しながらそういうキャリア相談というふうなことをして支えてくださってるんですが、このコロナが起こってね、そういうふうに実際の現場、巷で苦しんでる人たちを付き合いして、コロナは非常に厳しい現実をね、そういう人たちに突きつけてるんですか、それとも案外日本社会は例えばその、ソーシャルネットワークとかセキュリティシステムとかね、そういうものは割としっかり、国民皆保険はもちろんあるしね、というふうなので、案外安定してると見られるのか、やっぱり厳しい現実はたくさん生まれてるというのが実相ですか。そうですね、私たちのサービスの特徴もあるかもしれないんですけども、うんうん、そもそも例えばその行政の自治体の窓口に足を運んだり、専門家の知識を借りながら自分でこう問題を解決しようとしたり、そういった方法、まあ、試行するっていうような教育を受けている人ではなくって、うんうん、インターネットで例えば、言葉は良くないかもしれないですが、気分転換にゲームをしようとか、ちょっとお家にこもっていて友達に会えないから、ずっとこう、まあ、いいことだと思うんですけど、音楽を聴いたりテレビを見ながら過ごそうとか、オンラインで YouTube を見ようとか、うん、まあ、そういうような方々が、相談として入ってくるんですね。なので、実際こういったサービスがある、支援があるよとか、どうやって次動こうかとか、この状況をどうやって捉えようかっていうふうに今考えられていない20代から、40代の若い方々っていう方が対象層になっているのもあって、現実はかなり深刻だなっていうふうに私は思っています。あ、そうですか。はい、で相談に入ってくる方々の職というのが基本的には、そういった労働集約的なところなので、まず、コロナで打撃を受けている業界が中心になります。そういったところの方々が、まずは辞めないように頑張ろうというところで、低賃金になったり厳しい条件になったり、発見やあることを切られる中で、一人で正社員になりながら飲食店を回したりとかっていうところが、今までだったらファストフードだけで、深夜のファストフードだけで起こっていたことがあちこちでいっぱい起こっていると。うん、で私たちからするとですね、ちょっと上の層の人たち、もしくは関係ない職種の方からすると、テイクアウトができるよねとか、家に届けてくれるよねとか、
あこういうサービスもあるよねとかあのいろいろその便利になってるんですけど、実際にいる方々は今度は電車に乗ってですね、普通にあのわけのわからない支給されないパネルを自分で100均で作ってですね、でその中で飲食の提供をしたりですとか宿泊施設の提供をしたり、イベントだったり PR だったり携帯屋さんもそうですけど何でもやっているという状況なので、すごく高いこう精神的な不安とリスクを背負いながら経済状況はどんどん困窮していっていると。新しいありつける仕事分野みたいなものも生まれてきてるんですか、それとも細っていくばかりという感じですか。そうですね、現状それはもちろんあのいい皆さんのイメージとしては IT が進んでいってるから、こうスターバックスみたいなところでパソコンを持って誰でもプログラミングが書けるようになるみたいなところあるかもしれないんですけど、やはりすごく難しい領域だから高い収入を得られるのであって、ほとんどの方がそういった IT 業界にいきなり行けるとかデジタルクリエイターになれるということはないんですね。なので逆に皆さんそこにお金を使ってしまいがち。自分とフィットしない能力にもかかわらず学校に行けばいいんじゃないかとか、学校でこうすればいいんじゃないかっていうところにまずあの少ないお金を投資してしまいがちで、なかなかそういった新しいこう雇用っていうのは生まれていないなというふうに感じます。はい、あのコロナであの例えばもう衰退しつつあったね、あの職種、例えば印鑑行政的なものとかね、はい、それから私なんかそうですけど、いまだに手書き原稿をね、はいはい、出版社に送って品種を買ってるんですけれども、はい、そういうやり方とかね、あるいはその職場丸ごと宴会をやりましょうみたいなことを以前はよくやってたわけですよね、はい、職場旅行だとか、はい、それに関わるような業界というのは当然も廃れていくわけですよね、はいはい、で他方であのこのコロナパンデミックの中でもやはり IT だとか AI だとか、リモートをこの推進する支えるインフラ関係とかね、そういうところはもうすでに伸びてるわけですよね、はい、でその中間に私の見るところ、U 字回復型というんですか、 V 字じゃなくてね、はい、今落ち込んで、はい、そして観光業とかね、はい、旅行飛行機だとか JR もそうですけれども、当分はねそんないいわけないと縮小せざるを得ない、はい、これは2年ぐらい 2,3 年縮小してね、でそういう意味で V 字じゃなくて U で、そこがかなり 2,3 年長くてね、それから回復していく、これが案外多いんじゃないかと思うんですけど、その両側にされていくものと、それから今も調子いいものがあるんですが、その調子のいい業界はね確かにあるけども、そういう人は新しい雇用をね、この求人をして広げてくれるという面はありますかね。そうですね、例えばまあ、物流ですね、物流業界ですとか、あとはその、治安の問題もありますが、セキュリティの会社とかですね、あとはビルメンテナンスの業界ですとか、まあ、そういったところ、物流特にそうですが、やはり物流配送、そういったところ伸びていっているなというふうに思います。あとはまあ新しいビジネス、そういったまあ食に関するものですね、そのうちにいて健康安全なものが届くとかっていう、いわゆるそういったサービスっていうのも伸びてきているなっていうふうに感じますし、うんうん、オンラインスポーツであったり、そのオンラインで何かこうエンタメですね、エンターテインメントだったりサービスを提供するという形もそうですけども、うんうん、オンラインでっていうところ伸びてるなっていうふうに思うんですが、うんうん、まあ、そこが新しい雇用を生み出すかっていうと、やはり、すごく難しい問題だなと思います。うんうんうん、なるほど、はいはい、結構甘くないということを大津さんから今日は教わりましたが、でも甘くないということを大津さんは非常に明るくね、このしょんぼりした雰囲気じゃなくてね、はい、私はまだまだやるよというのをね、みなぎらせながらおっしゃってくださるので、私は大変こう希望を感じるというんですか、励まされる思いがして大変嬉しいです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。平田さん、お願いいたします。よろしいでしょうか。はい、話題に何度か出したんですが、なぜ豊岡なんですか。どうしてこの全国、地方といってもね、無限にありますよね、10万以下の都市で、その中でなぜ豊岡ということをなさったのか、兵庫にいるものとして大変嬉しいだけに、ちょっとお聞かせいただきたいという気がするんですが、豊岡市
とのご縁はまあ10年ぐらいで、まあ、もともとは城崎にありました県の大会議館が払い下げられたのを、まあ、国際アートセンターに作り変えるということで、そこのまあ芸術監督になりまして、まあ、これが大変世界中からアーティストを招くことに成功しました。これまあ知事からも高い評価を得て、で、まあ、来年4月には日本で初めての演劇やダンスの実技が学べる本格的な、まあ、公立大学ということで専門職大学の開学の準備を、まあ、しております、まあ、それ一応学部の芸術文化国際大学でしたっけ、はい、はい、国際芸術観光専門職大学、失礼いたしました、はい、で、まあ、それの学長になるようになっております、まあ、学長だと、まあ、いなくてはなりませんので、はい、まあ、だけ東京から引っ越してくるということはできないので、まあ、劇団ごと引っ越してきたという、あ、引き連れてきてくださったわけですね。素晴らしいですね。外国からもやってこられるんですか？そうですね、海外からも、まあ、今ちょっとコロナで止まってますけれども、で、まあ、なぜ豊岡でという答えにはならないかもしれないんですが、うん、まあ、東京というのは消費の場所ではあっても生産拠点として決して優れてるわけではありませんので、要するに、まあ、普通の企業でいうとこの工場移転ですね、劇場を、豊岡に作ってここで作品を作って、私たちは国内外で仕事をしてますので、どこで作っても同じですから。で、東京ですとですね、やっぱ俳優たちが、まあ、稽古してもですね、その後こう満員電車で帰んなきゃいけなかったりして集中がこう出ないわけですよね。ここだとこうずっと集中して作品を作れますし、でさらに今回コロナのことがありまして、まあ、東京の演劇人は本当に今大変なんです。もう感染症対策で、で、いくら感染症対策を稽古場でやったとしても、やっぱ満員電車乗って帰んなきゃいけない、市中感染の可能性も大きいと。で、豊岡ですとやっぱりみんなね、今どんどん演劇祭が今度来週から始まります。今アーティストがもう日本中から集まってきて、もちろんこれ PCR 検査受けて来ていただくんですけども、もうみんなパラダイスだと言います。伸び伸びできる、はい、で、そういうふうに役者さんたち、舞台に上がる人はね、はい、PCR 検査を受けて、来てパラダイスだと言ってくださる。今度は見る人たちはこのコロナのためにちょっと集まりにくいんじゃないですか？そうですね、今東京では本当に観客数も減ってるんですが、まあ、おかげさまでこれ、まあ、コロナのことがあって客席数半分にしなくてはいけなかったんですけど、まあ、来週から始まる演劇祭ほぼもうチケットも完売で、本当に皆さんこういった機会を待ってくださってたんだなということ で、私たちの業界では、マスクをつけて喋、らずに全員が一定方向、要するに舞台の方向を向いている限りはですね、はい、で、まあ、日本の劇場というのは世界的な基準で言っても換気設備は優れたものを持ってますので、その音楽を聴いたり演劇を見たりしている間に感染をする確率は極めて低いということ、これはもう専門家の先生方もみんなおっしゃってくださっているので、まあ、あとはその前後のこう感染を気をつければということで、まあ、今回演劇祭やるんですけど、演劇祭の楽しみの一つは日本中世界中から人が集まって見た演劇について語り合うことなんですけど、ちょっとアルコールの販売を禁止したりとかですね、そういったことで対応しております。なるほど、そうですか、ぜひ頑張っていただきたいと思うんですが、私ども国際政治をやっていて、高坂正隆兄弟教授のね、有名な言葉に、その国際政治というのは力の体系であり、利益の体系であり、価値の体系であるという言葉があるんですが、戦前の日本はその力を振りかざしてね、武張って、今中国が随分けしからんなんて言うけど、それ以上によその国の人のいるところまでどんどん攻め込んだわけですよね。で、そういう時代を反省して戦後は平和的に生きたいと。その平和というのの中身は経済で、その経済国家として戦後見事に復興したわけですね。でも冷戦終結とともにこれも限界に来てしまって、バブル弾けた後、すぐ復活するのかと思ったら V 字回復どっかところか、長いデフレの中でね、人々はもう日本は衰退するほかないんだ、どうせダメだっていう風なね、非常にこの、暗い雰囲気が出てしまった。しかしそういう中で今生き生きしてるのはね、スポーツ選手であったりね、その文化に関係する人たちであったりするんですよね。どうやら力利益ときて、今文化スポーツ、そういうものでね、日本は
このやっていけると。インバウンドが増えてきたのもやはり日本の文化とかね、生き方というものが悪くないじゃないかということだと思うんですね。でそういう文化の時代を迎えて、平田さんはなんと豊岡というね非常に小さな町で、一極集中の流れを脱却しなきゃいけないというのの先頭を切ってねやってくださってるということを、私なんかはこれ素晴らしい実験でね成功していただきたいと、大きなね構造転換をね、リードする営みになるというふうに感じておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。とはいえね、豊岡素晴らしいとは言いながらやっぱり苦労してらっしゃるということもございますか？こういう点なんとかならないかとか。よく聞かれるんですけど、まず物理的なことで申し上げますと、私今自宅なんですが、特急の鳥羽の荏原駅まで歩いて4分です。そして高速のインターまで車で5分、空港まで車で10分という、もう本当に便利なところにおります。前には無農薬のコウノトリ育むお米で有名な無農薬減農薬の野菜やお米がもうふんだんに買える大きなスーパーもあります。何のないです。そうですか。僕はやはり、今回パソナの淡路島の移転もね大きなニュースになりましたけれども、やっぱ移住移転あるいは企業誘致のあり方がちょっと変わってくると思うんですね。これまでは製造業を誘致してきたわけですけれども、今回分かったことはリモートワークはデスクワークの人の方がやりやすいと、いろんな雇用の形態が出てきたりとか、豊岡で暮らしていて、月に 2,3 回神戸とか大阪の会社に出ていくみたいな雇用形態も出てくると思うんですね。なるほど。ただその時に移住本当にしてきてくれるかどうか、今やっぱり聞くとですね、ほとんどがやっぱり奥さんが決めるんですね、移住。本当にね。やっぱりその女性に好まれる街、それから教育と文化ですよね、広い意味での食文化とかスポーツも含めた子供を安心して育てられるというのは、子育て支援だけではなくて広い意味での文化ですね。だからやっぱり移住する方はですね、図書館とかきちんと調べられるんですよ。この地域にちゃんとした図書館があるかとか、あとお母さん方はですね、英会話スクールがあるかとかですね、スイミングスクールがあるかとかまでちゃんと調べて移住してくるんですよ。そうですね。それは今までの自治体の I ターン政策、J ターン政策がなかった部分なんですよ。そういった意味での、本当に広い意味での、ソフトパワーというかですね、そういった文化政策がこれから自治体に、求められてくると思います。福岡はですね、その、成功例を作りたい。はい。だけど横井先生おっしゃっていただいたアジアの中でのね、ソフトパワーの利用ということでいうと、私たちも国際アートセンターを作った時、私たちもちょっと想定してなかった一つのことがありまして、東アジア、特に東南アジアの経済発展が非常にすごくてですね、空間層が現れてきた。はいはい、が現れていくと当然彼らはアートに目を向け始めて、なるほど。マレーシアやタイの政府も文化予算をつけるようになってきた。まだやはり腐ってもタイというと失礼になるかもしれませんが、まだやっぱり日本は憧れの場所 で、すごい申し込みなんですよ。そのタイやマレーシアやフィリピンのアーティストが城崎国際アートセンターに申し込んできて、そこで選定を受けると、これがステータスになって、その国でファンドレイジングができると、こういう流れができてきたんですね。やっぱり日本のある種生き残る道、一つの生き残る道であって、これからはやっぱりアジアの中で、それはやっぱりそのは、軍事とかはもちろんですけど、はい、経済でも中国にはかなわないでしょう。そうそう。だから経済韓国にさえ抜かれるかもしれない。しかし文化はですね、まだ多少、かつてイギリスがイギリス病と言われた時代でもビートルズを生んだりとかですね、あってもイギリスだったのと同じようにですね、そういったやはりアジア各国から尊敬される国になるってことが、唯一の生き残りの道なんじゃないかと。はい。豊岡はもうずっと世界が憧れる街になるということが、豊岡の結果になっております。なるほど。先ほど日本人には会話はあっても対話なしとかね、ハウスがあってもホームがないとおっしゃったけども、どうも平田織座さんは豊岡をこう巨大な立派なホームにね引き上げる上で、この演劇文化の渦巻きをね、そこで試みてらっしゃるということかなと思いますが、
ぜひ文化の時代の先端をリードしてくださいますようにお願いいたします。夢中になって、対話をしているうちに時間が終わりに近づいてまいりましたけど、南先生お願いします。はい、お願いいたします。先ほどその自ら進んでの行いを慎むという自粛の話に始まって、の心 の、の動きを非常にきめ細やかにお話しいただきましたけれども、これからの新しい時代の生き方ですね。今コロナをめぐって私も国際政治をやるものとして、本当に信じられないと思うのは、コロナに対するコロナの挑戦というのは人間一人一人の生存への脅威なんですよね。でこれは中国かアメリカかじゃないんですよね。でお互いにお前がいけないというふうなことを言って、権力政治のドラマの方にね持ち込もうとすることによって、この問題何の解決もないという感じがするんですね。で先生からご覧になって、このコロナを超えてね、世界あるいは人々の向かうべきね方向性というのはどんなふうにお考えになりますか？そうですね、私は実はさっき共感の話を平田先生されていて、平田先生と対話したいなとか、荒川先生とは医療を兵庫県は優秀だって言われていて、非常にポジティブなんだけど、苦労している医療関係者の裏面から見れば言いたいこともあるなということもあって、世の中のことっていいことと悪いことといろんなものがミックスされていて、で人は恐怖心があると恐怖心を克服しようとするいい方向の流れと、それから人を傷つける、自分が傷つけられる恐怖心があるがゆえに人をも傷つけてしまうという、そういう流れもあって、なかなか難しい哲学的なものが問われているなというふうに思うんですが、日本からはさっき実は、ね、平田先生と対話したいと思ったのは、日本の共感がないっていう、共感の文化が少ないっていうのが、私の感覚と違うんですよ。外国で生活した経験のある私 の、 見方と日本違うんですね。でそこは何かっていうと、さっき空気のような存在で、ただそばにいるとそれが当たり前と思っていて、甘えた文化っていうの、私の研究の一つは甘えの文化なんですけど、甘えた存在でいられるっていう、この何とも居心地のいいウェットな関係っていうのが、こう伝統的に甘えの文化っていうのがあって、それがアメリカなんか行くと全て言語化されないといけない、こちらがちゃんと要求しないと、友達でもいろんなものを支えてくれるわけではない、ちゃんと対話しないとサポートは来ないっていう、または非常にけじめよく、例えば災害の時は特にそうなんですけど、アメリカの看護職って特別に訓練された人たちしか災害現場に行かないんですよね。日本の場合はこれを私は共感と呼んでるんですけど、困ってる人がいるって分かった途端に飛び込んでいって、ボランティアで災害支援ナースだとか、いろんな支援の人たちが行くっていうのが、アメリカは意識的に組織的にこう共感を作っていくんだなっていう感じがしますね。でところが一方、日本はもともと意識化してなかった。ところが若い世代は昔のような甘えの世界の中にいるわけではないので、分かり合っている世界にいるようにいて、いる実はそうではないっていう共通感覚がどちらかというと違ってきている。そこが意識化していかないと、このコロナの恐怖心に打ち勝って、そして新しい文化を作っていく。で共感という体で分かっていた、なんとなく分かっていた、で居心地が良くて私はいてもいいんだなと思ってたことが、実はそうでないんだという
時代が来た。だからこそこう飛び越えていかないといけないっていう、このことの変化を私はもっとこう意識化して話し合わないといけない。で、一つはもう一つはさっきお話がありましたが、私はどんな時代もどんな場所でも人間にとって一番恐怖なのは孤独だと思います。で、孤独にならない努力を人間は絶えずしているんだけど、孤独にならざるを得ない人たちもたくさんいて、きっと演劇のテーマの中にもいっぱいそれがあるんだと思うんですが、人は本当に孤独になると弱まります。で、コロナのこの生活は孤独な人を形で作っていて、で、インターネットでオンラインで SNS でつながれる人はまだいいんだけども、だけど世代によってはそれもない。また偽装した SNS の中の、LINE の友達とか、そういう特定の人たちがいるけど、中身がさっきおっしゃった対話だとか、意識化したエンパシーとか、そういうものが世代を超えて違ってきていることを、この機会に見直した方がいいって私は思います。で、それを家族は当たり前、家族の例えば私は一番今看護師ですから心配しているのはお見舞いの制限なんですね。コロナの患者さんに制限するだけじゃなくて、一般病棟の人たちに対しても制限がされている病院がいっぱいある。それから実は先生、私は一番大学看護の大学にいる人間で一番今苦しいのは、実習生が実習に行けない、現場に行けない。つまり病院の人たちが、よそから来た若い人たちが感染しているかもしれないという恐怖心があるので、厳しく14日間の自粛生活、アルバイトもできないし、実際自分の生活していないと病院に行けないんですね。で、そこで例えば緊張していて、どうしても発熱者増えるんです。一回発熱したらまた1週間から10日実習に行けないんです。で、これ来年からの量が持つのかなっていうあたりとか、その未来へ その今の正しい恐怖、正しく制限しないといけないことが、もっとこう生活の形で説明がされないと、高齢者はすぐ感染する、で、基礎疾患を持った人はすぐ感染するから付き合うなって置かれていくと、高齢者はますます孤独になる、基礎疾患を持つとますます孤独になる、そういう時代が来ちゃって、それでいて若い人たちも怖がるんです。大学が開校しようとする、私は10月1日から原則対面授業という方針を投げかけて環境を整えようとするんですけど、学生が怖がってるんです、うん、で、学生が実際若い子たちが怖がってて、実習場所がやっと受け入れてくれるところができたので、じゃあ実習に出れるようにしましょうって、学生さんは14日間の健康日記をつけてちゃんと自分を自粛してる、そういうことはやるけど本当に言っていいんでしょうか、弱っている患者さんに私がもし感染してたらどうするんですかっていう恐怖心、これを受け入れる医療が世界ができてないんです。場所によっては、大阪の話が出ましたけど、場所によっては実習生の PCR 検査、簡易型ですけど集団でして陽性者が出たら、まあ、10人ぐらいでやって個別の検査するというので、まあ、マイナスになったから陰性になったから安全というわけではないんだけども、学校も安心し、家族も安心し、医療関係者も安心する、何かのものをこう安心の材料を作っていかないといけないんじゃないか。恐怖心を正しく恐れることと、それから自分は大丈夫という、出て行って大丈夫ということへの、活動して大丈夫というものの確かさを、私たちは何かはっきりさせていかないといけない。それは意識化していかないといけない。はい、そういう時代だと思います、うん、ありがとうございました。
私の不手際で夢中で話してるうちに時間がすでに5分オーバーしてしまって、大変失礼いたしました。このコロナの悲惨挑戦というのに対して、IT 化デジタル化 AI を活用して、これを超えるとともに競争力をつけるという側面もちろん大事ですが、今日のお話では平田織座さんのおっしゃったシンパシーよりもエンパシーと、共感を異なる価値観文化の人たちとも持つということを、おっしゃいましたけれども、今南先生からもそのことをもう一度取り出していただいて、その日本人が内輪だけ日本人だけの愛国心とかね、同胞愛ではなくて、そういうのを超えたこの共感を築いていくと、ダイナミックな、のエンパシーの営みというものを持って、国内的にも国際的にも進んでいく必要があるんじゃないか、時間が過ぎておりますので、あれこれ申し上げることはできず、また皆さんにはもっともっとお聞きしたいことがあったのに、恐縮でありますけれども、一人一人の生命が問われる問題において人間の安全保障、国家の安全保障でもなくて人間の一人一人の安全保障ということを大きな価値観としてダイナミックにエンパシーを持って動いていくということが我々求められているんだというふうにまとめさせていただきたいと思います。今日は皆さん素晴らしいお話本当にありがとうございました。